はい、どうもケンケアです。今回はアネックスさんのこちらリバティ 52SP をご紹介したいと思います。乗車定員7名、就寝定員3名プラスお子様1名、車両サイズ 5230mm×2040mm×2880mm、 車両本体価格1077万8000円から、ベースはトヨタのカムロード、カラーリングはねホワイトを基調としております。それでは外装から見ていきたいと思います。はい、じゃあまずフロントなんですけども、まあ、カムロードのねお顔があって、まあ、上ですね、このバンクがねこのリバティなんといっても特徴的でございまして、なんか先端に行くほどね結構細くなっております。そしてこの中央にはねアネックスというロゴが入っておりますので、結構ねインパクトがあるんじゃないでしょうか。はい、それではね側面やってまいりました。ちょっとねスペース的に見えにくいかもしれないですけども、この車体の8割から上ぐらいですね、ここが若干すぼまってますので、例えばここのねアクリル二重窓がね若干上向きになってるのでね分かりやすいと思うんですけど、中からちょっと空側が見やすいんじゃないかなと思います。でその上ですね、フィアマンのねサイドオーニングがついているんですが、あれもねかなり斜めについてるんですよ。これだけ傾けてもサイドオーニングで出てくるんですね。そして横も長いのでね、かなりの屋根スペースをね作ることができそうです。そしてこちらねエントランスのドアがついております。そしてカメラ切り替わりまして後ろ側ですね、この中央部分にあるねアクリル二重窓がキッチン窓となっております。跳ね上げ式になってますので雨の日でも換気取れますね。で窓がね最後この後方にもついております。ここベッドルームのところの窓ですね、まあ、上向きになってまして、まあ、僕身長185センチなんですけど、中を覗くのはすごい大変なぐらいの位置にね全部窓がついておりますので、まあ、ある意味覗き見防止になるんじゃないかなと思います。そしてね車両ロゴなんですけども、ただステッカーが貼ってあるわけではなくてですね、ちょっとね立体のデコボコした文字になってます。これはねかっこいいので、個人的にはただこれだけでもね所有してる満足度が上がると思います。そしてその下の部分、大きなバケージドアがあります。ちょっと開けてみたいと思います。このような形で開けてストッパーで閉じます。開けるとですね、この巨大なトランクルームが出てきました。このお車ね、後ろがダブルベッドレイアウトになってますので、その真下部分がねこのように全て収納になってます。もう奥行きもかなりありますので、もう人がね1人2人入れるんじゃないかっていうぐらいの大きさがありますね。またねサイドオーニング用のクランクバーとかもここに設置されてます。ではその下ですね、ここも開けてみます。ここにもですね大きな収納が出てきました。これ奥行きもしっかりあるんで、ある程度のキャンプ道具ここ1箇所で住み込めちゃうかもしれないですね。あとは旅中心の方とかは生ゴミとかね、あと缶とかペットとかも分けて袋に入れてからここに入れるのも多分全然大丈夫です。45リットルの袋とかだったら、まあ、2つぐらいだったら、ね、余裕で積み込めちゃうんじゃないかなと思います。それではね次リア部分を見ていきます。まずなんといってもねこの上のね黒いパーツ、ここがねだいぶインパクトがあるおしゃれな外装だと思います。ここにもね立体文字でアネックスって入ってますね。この下にはですねバックカメラもついております。そしてこちら中央には大きなアクリル二重窓がついております。ちょうどベッドになっておりますので、ここからいい景色を見たりだとか換気を取ることができます。でさらにその下、ここにも大きなバケージドアがありますので開けてみたいと思います。まあ、先ほどね横から開けた部分が後ろからも開放することができます。まあ、もし側面からだけだとねこっち側の奥取り出しにくいと思いますので、まあ、2箇所開くことによってですね全方向アクセスがしやすくなっております。こっちから見てもかなり広いですね。はい、それでは反対側の側面ね見ていきます。こちらね引きで取れるので上が斜めになってるのねよくわかると思います。結構他に見ないキャブコンの形をしてますよね。そして装備としてはですね、まず端からこちらですね室内にエアコンを搭載しておりますので室外機が装着されております。今日ちょっと暑いのでねエアコンを中稼働させていただいております。そしてその下ですね、反対側同様の収納が出てきます。サイズも同じなのでこちらもかなり荷物を入れることができそうですね。そして室外機の横開けてみます。こちらですね床暖房のシステムが組み込まれております。このリバティはですね FF ヒーターがついていない代わりに床暖房で室内を温めるような形になります。詳しくはねちょっと中で説明したいと思います。そしてそのお隣ですね、こちらがトイレタンクの収納、トイレ用の給水口となっております。まあ、タンクに関しましてはまあ、このような形でねオープンすることができます。で実際にねトイレの中身を捨てるときはこのタンクを取り出してですね持ち手を出してきて、ちょっとね下にはつけられないですけども、このようにねキャリーバッグのようにしてダンプステーションあるいはまあ自宅のトイレなどに流します。そのお隣は生活用の水の給水口になります。まあ、外水道からホースなどでつないで給水していくスタイルでございます。そしてまた上ですね、2つの上部窓がついております。これもだからこう空側を見やすいね、なんかちょっと中からどういう風に見えるか楽しみです。でその下、ここにも大きなねアクリル二重窓がついております。ここの部分ちょっと
ダイネットになっておりますので、景色のいいところに止めてね、ランチなんかいいんじゃないでしょうか。そしてその下ですね、ちょっと大きめなドアがありますが、開けてみましょう。はい、こちらはね、給油口になります。まあ、ディーゼルエンジンになりますので、ガソリンスタンドとかで給油する場合はですね、ここのハッチを開けて給油する形になります。そしてね、この部分が外部電源になるんですけども、なぜか差し込みが2つあります。これ理由がありまして、この右側に関しては通常のキャンピングカー同様、サブバッテリーに充電していく差し込み口です。で、一方この左側なんですけども、こちらなんと家庭用エアコンのみがつながるっていう差し込み口になります。というのもですね、サブバッテリー経由で外部電源を挿してクーラーを使ってしまうと、インバーターを使いっぱなしになります。まあ、つまり充電しながら放電もしていくので、サブバッテリーに結構負荷がかかってしまうんですね。で、やっぱ電力をいっぱい使ってしまうのはエアコンになりますので、そのエアコンだけ独立して使いたいときに、まあ、直接つなげるっていう差し込み口になります。まあ、こうすることによってね、サブバッテリーに負荷をかけることなく、例えば日中とかね、エアコンガンガンに使えますね。それでは次、内装を見ていきたいと思います。はい、それではね、運転席の方入ってきました。こちらカムロードベースということでね、まあ、トラックのねフロント内装となっております。それではね、シートの動きを見ていきたいと思います。まずは前後、トラックやっぱ可動域が狭いね。だけど大体の身長の人は対応できると思います。リクライニングが、まあ、前はあれとして、後ろがですね、家具がありますので、ここまでとなります。まあ、90度よりは倒れてますので、そこまで苦ではないと思うんですけども、ちょっとした休憩で椅子を倒したいっていうことは助手席も含めてできないような形になりますね。そしてトラックといえどですね、こちらダッシュボード周りは綺麗にスマートにねまとまっております。結構ナビとかここに挿してもね、見やすい位置にあると思います。まあ、この辺りもね、昔の車種に比べたらかなり使いやすいんじゃないかなと思います。で、この運転席助手席の間ですね、コンソールがあるんですけども、ドリンクホルダーと、まあ、こういったね書類入れみたいになってまして、でまあ、ここもね起こすことができます。まあ、こうすることによって、ね、フロントに3名で、ね、乗車することができます。あとはね、トラックの上部分も切ってですね、キャンピングカー装備、まあ、バンクとかをつけておりますので、まあ、その分ちょっと高さが出てますね。それでは続いて気になる後ろの部分見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速中を見ていくんですけども、こちら入って正面がダイネット、右側にマルチルーム、キッチンがあって、奥にねダブルベッドのあるレイアウトでございます。カラーリングもかなり落ち着いていて、クッションのレッドがかなり映えてますね。ダブルベッドレイアウトとなっておりますので、後ろにスペースをかなり使っています。なのでちょっと若干ね、ダイネットスペースが狭くなってしまっているんですけども、大きいベッドにすぐに上がれて広く寝たい方にはね、おすすめのレイアウトでございます。じゃあこのエントランスですね、窓の部分もこのようにシェードをすることができますので、簡単に目隠しすることができます。そしてね、こちらから電動ステップ出てきます。はい、じゃあ早速中に上がってみたいと思います。あ、楽だね、電動ステップがあると、このような形で楽々と上がることができました。身長185センチなんですけども、天井かなり広いです。もう頭が当たるということはまずないですね。こういった柱のところでも当たりません。まあ、着替えとかする場合もね、容易に行えると思います。はい、それではね、こちらのエントランス周りからご紹介していきます。まずこのエントランスの右側ですね、この棚をご紹介いたします。で、このスペースにはちょっとついてないんですけども、おそらくこうテレビとかを設置できるようなコード隠しがあったりするので、まあ、モニターを設置したりとか、まあ、サイドテーブルにしたりとかっていう使い方だと思います。で、この上にはシガーソケットとか USB、 それから 100V 電源などですね、電源関係がまとまっております。で、この天板の下にはですね、こう1本支柱が入ってて、まあ、平たいちょっと空間があります。なんかこう薄めのケースとかを入れてさ、こう引き出してくるとリモコンが入ってたりとか、あとは見た目的にもおしゃれなので、まあ、いろんな使い方ができるかなと思います。その側面ですね、ここはまあブックシェルフですね。結構深さがありますので、例えば旅雑誌とかああいうサイズでもね、しっかりと入れることができます。そしてその側面ですね、まずここ引き出しです。お、めちゃくちゃ奥まで出てきますね。最後の壁まで引き出せる収納となっておりますね。まあ、今リモコンが入っておりますけども、まあ、ちょうどエントランス付近になりますので、外部電源を入れたりとか、外で使えるものとか懐中電灯とか、まあ、そういったものを入れるといいと思います。で、その下ですね、ここを開けてみると、下駄箱のスペースになっております。ちょっと改めて見るとこの下駄箱かなりでかいですね。普通になんか家の玄関にあってもおかしくないぐらいのサイズあります。で、乗車定員7名でね、中心定員も3プラス1名ということなので、普通の整理はね、この中で十分行えると思います。そしてその棚の上ですね、こちらアクリル二重窓がね、少し上向きでついております。ちょっとね、建物側なので反対側で詳しく見ていこうと思います。じゃあ次、このエントランスドアの真上ですね、この部分がですね、これリバティだけの装備でございます。もうね、
で大体このエントランス付近っていうのは集中スイッチパネルがあったりするんですけども、まあ、この車にはなんとねタッチディスプレイがあります。このタブレットみたいなディスプレイを操作するだけでですね、室内の電源関係すべて管理が行えます。はい、ディスプレイはこのような形、まあ、カレンダーと時刻表記をしてくれます。これ待ち受け画面みたいなもんですね。もう一回タップするとこのような管理画面が出てきます。まあ、アネックスのロゴがありますけども、こちらアネックスのオリジナルの装備ディスプレイとなっております。ここでですね、例えば照明関係つけたいなという時は、ディスプレイをタッチします。まあ、こんな感じで簡単にねオンオフすることができるのと、さらにですねライトの調光をここでね行うこともできます。まあ、このようにですねタップするだけです。まあ、こんな感じでね照明の管理が行えます。まあ、その他英語表記になっておりますけども、リアベッドのスイッチだとか、こちらキッチンのね換気扇が稼働したりとか、まあ、ダイネットの電気、シャワールームだとかですね、まあ、そういった照明関係のスイッチ、その下がですねルーフベントとか、まあ、電源関係ですね、 USB の電気をオンにしたりだとか、インバーターをオンにしたりとかね、まあ、そんな操作もこちらで行えます。そしてその右のメーターですね、バッテリーメーター、今 64%、まあ、ここでねパーセント表記するので、まあ、簡単に残量チェックできます。そしてその右側がなんとねタンクの容量も、メーターで表記してくれます。まあ、今のところね水が入っていないのでこのような表記になっておりますが、もう残りの水がわずかとかがこう目で分かるのはすごいありがたいですね。まあ、こんな感じですね、このリバティでしか味わえないディスプレイ操作ですね。これがねオーナーさんの満足度を上げる装備の一つなんではないでしょうか。そして続いてディスプレイの右側にあるこちらの装備ですね、ご説明します。まあ、これがね一見 FF ヒーターのコントローラーみたいな形に見えるかもしれないんですけども、これが外でもお話しした床暖房の電源でございます。このスイッチを押すことによって床暖房が起動します。まあ、車っていうのはやっぱり底冷えが一番の敵になってくるので、床暖房だけでもね結構暖かく冬を過ごすことができます。ただね、まあ、床暖房だけでも寒いということはあると思います。でそういった場合はこの右のつまみを使います。これ何かっていうと、床暖房で温められた空気を室内側に出してくれるっていうものになります。だからちょっと温風がね室内に流れ込んでくる形になりますね。まあ、なんで若干ね電気式のファンヒーターみたいなイメージをしていただきたいんですけども、まあ、そんな感じのシステムで車内を温めます。で、まあ、この車をお持ちのオーナーさんからも聞いたんですけど、床暖房だけでも全然冬過ごせるっていうお話をされてました。でこの上の白い機械が何なのかというと、温度設定をしておくことによって床暖房が自動で停止するような形になります。まあ、例えばねこうセットってなってるけど、40度まで達したら自動的に床暖房が止まるよとか、まあ、そんな感じのねコントローラーになります。総じてねこのエリアにある装備はもうリバティならではですね。ぜひこれはなんか体験してみていただきたいです。それでは続きましてね、エントランス左側のキッチンご紹介したいと思います。まずはこちらの上部収納なんですけども、こちらですね奥に向かって少し湾曲しているおかげでですね、ここに立っていても圧迫感を感じにくくなっております。じゃあちょっとね扉開けてみます。お、ダンパーで楽々ですね。2つの収納が出てきました。右側はですねレンジフードのダクトがありますが、それでもねだいぶ広々した収納になっておりますね。お鍋とかね小型のフライパンであれば収納可能だと思います。続いてこの下の部分ですね、ちょっとねおしゃれな黒いラインがねカメラから見えると思うんですけども、こちらがレンジフードとなっております。まあ、換気扇ですね。この換気扇もタッチパネル式になっておりまして、まあ、このようにねライトをつけたりだとか、今音が入ってるって分かると思うんですけども、実際に排気をね行えます。その下はですねアクリル二重窓が設置されております。まあ換気扇もありますけども、実際煙が多いものの調理とかの時はここを開けとくといいですね。もちろんね、まあ、網戸もついてますし、シェードもついております。その下キッチン天板がございます。結構ね手垢とかね油汚れがつきにくそうなねサラサラしたね天板素材を使用しておりまして、非常にお手入れが簡単そうです。そしてこのガラスの天板を持ち上げると、右側に2口コンロ、左側にシンクが出てきます。この2つの電源もね先ほどご紹介したタッチパネルの操作で電源を入れることができます。まあ、やっぱりコンロはね1口より2口あった方が炒め物となんか汁物みたいな形でね同時調理することができて便利だと思います。流しに関しては少し小さめではあるんですけども、まあ、お皿を洗ったりとかはできると思います。まあ、本格的ではないかもだけど、簡単な調理とかだったらね十分に行えるキッチンだと思います。さらにこの側面なんですが、はい、このような形でねテーブルを延長することができます。だからここオープンした状態でね、まあ、まな板調理ができる場所がね出てくるんですね。さらにですねこの金具なんですけども、これね重量用のものを使っておりまして、かなりの重さまでね耐えることができます。一応ご担当の方はですねこの金具人が乗っても大丈夫ぐらいの強度があるそうでですね、この後ね別の場所でもその装備が出てきます。まあ、それように安心してここ重いものを置いたりとか調理が可能となります。続いてねこのシンク下の冷蔵庫をご紹介したいと思います。まあ、黒くてシックなタイプですね。開けてみます。
はい、中はこのような形になっております。内容量85リットルでね、たくさんのものを冷やすことができます。割とこれ一人暮らし用冷蔵庫に匹敵するサイズなんじゃないでしょうか。奥行きもねしっかりあります。で、冷凍室もありまして、蓋が磁石でくっつきますのでね、便利に使うことができます。そしてその下ですね、こちらにも引き出し型の収納がね3段ございます。まあ、このような形でですね、大容量の引き出しが出てきますので、まあ、食材から食器までね全て管理することができると思います。一番上に関してはですね、シンクを避けるように手前だけ深さがある収納になっておりますので、なんかちょっとしたボトル系とかガス缶とかも収納できると思います。まあ、2段目もかなりね大きいですし、3段目に関しては深さがかなりありますので、たくさんのものを入れることができそうです。そしてキッチンの役割として、このベッドルームに差し掛かる部分もね装備がございますのでご説明します。まずはこのベッドマットの下の部分、バンドがついておりますので持ち上げてみます。はい、一見重そうに見えますけども、ダンパーの力でね軽々持ち上げることができます。なんとこちらですね、室内側最大級の収納が隠れております。まあ、このような形でねマス目ごとに仕切られておりますので、まあ、種類別にね仕分けてもいいですし、まあ、こういった形でね箱の中に整理してさらに細かく分別するのもありですね。あとはキャンピングカーで結構困るゴミ箱の置き場所、例えばここにねゴミ箱を設置して捨てたりとかも便利に使うことができます。そしてこちらはね浅くなっておりますので、カトラリー系ですね、フォーク、ナイフ、スプーン、まあ、お箸だとか、まあ、そういったものを整理するのに便利になっております。で、左側こちらにはですね、コンロ用の CB 缶をセットする場所があります。まあ、自由度がかなり高い収納がねベッド下に広がっております。で、その下に電子レンジがねセットされております。奥行きも結構ありますのでね、大抵のお弁当とかも温めることができそうです。やっぱ電子レンジがあるとね、まあ、旅先で夕飯とかの手を抜きたい時というか、まあ、お酒と惣菜で済ませたいっていう時はね非常に便利に働いてくれる装備ですね。はい、続いてはキッチンの奥にありますこのおしゃれなベッドルームねご紹介したいと思います。こちらねリバティ 52SP では後方がダブルベッドになるレイアウトですね採用しております。いい感じの広さ明るさですね。で、ところどころにですね赤色の布を使っておりますので、ワンポイントで非常に綺麗でございます。ただこちらのベッド少し高さがございまして、上り下りするのが大変です。そこでね一番下にねステップが格納されているんですが、こちらをね展開してみたいと思います。はい、じゃあこれを上に持ち上げます。はい、こんな感じの跳ね上げ式のステップでございます。さっきキッチンで説明したこれと同じ金具ですね。人が乗っても大丈夫ということで、ここのステップに採用されております。それじゃあ早速ベッドルーム上がってみたいと思います。いや、これ大丈夫なのかちょっと心配だけど、あ、しっかりしてますね。だいぶ上がりやすくなりました、これステップがあるだけで。まあ、そしてふかふかです。あ、こんな柔らかい。この上にねほんと薄いシーツ敷くだけで全然ゆったり寝れますね。そしてこのベッドね、奥行きメジャーで測った実寸値で見ると 1900mm、 この横がね 1380mm ございました。まあ、つまりほぼほぼダブルベッドのサイズでございます。ただこの足元に関してはマルチルームがございますので少しだけねすぼまっています。ではちょっと寝てみます。はい、いかがでしょうか。やっぱ1900ありますのでね、まあ、つま先を伸ばしてちょっと当たるぐらいかな。まあ、僕の身長185センチの方でもねゆったり寝ることができると思います。この後ろでね大人が2人寝るという就寝人数ですね。まあ、めちゃくちゃ快適なんだが。そしてこちらのベッドルームですね、カーテンで仕切ることもできます。はい、こんな感じですね。まあ、こうすることによってね早めに就寝する人はもう寝てて、ここをちょっと分離してですねダイネットでちょっと夜遅くまでちょっと語らうじゃないけどね、まあ、そういった使い方もできますね。さあ、それではこのベッドルーム周辺の装備をねご説明したいと思います。まずはこちら側ですね、このカーテンの脇にですねスイッチと USB、 それからおしゃれなライトがついております。 USB がこの頭側にあるので携帯の充電とかに非常に便利ですね。またこのライトなんですけど、これ一つとってもめちゃくちゃおしゃれで、こう筒になってるんじゃなくてもう円柱のねアクリルがついていて、それをこう間接的にホワンと光らせてるような形ですね。雰囲気作りに一役買ってますね。そしてベッドルームにも若干上向きのアクリル二重窓ですねついております。まあ、寝っ転がりだからね空が見えないことはないです。まあ、そういった感じでございます。それではこの後ろの装備ですね開けていきたいと思います。はい、まあ、このような形でね両サイドが収納になっていて、中央ちょっとね見えると思うんですけども家庭用エアコンが設置されております。で、この下段の部分にも
もですね、ちょっとこう縁が立ててある収納がね、まあ、ここも含めれば3箇所ございますので、ちょっとした細かいものとかも置いておくことができます。そしてね、このリバティ 52SP のみですね、このエアコンがリアにね取り付けられる形になるんですけども、結構キャブコンってダイネットスペースのところにエアコンがついているパターンが多いんですが、実はそれだとですね、リアのこの例えばベッド空間というところに冷気が来ないんですよ。まあ、もちろん扇風機とかを使って無理やり送り込むことはできるんですが、やっぱ効率が非常に悪くなってしまいます。やはり車の縦方向にクーラーをつけるっていうのが一番ベストで、この車は最高峰についてますから、ベッドルームからダイネットまでですね、しっかりと冷気を届けることができます。だから全体の温度差があんま少ないっていう感じになりますね。ここはね、一つこの車両のメリットだと思います。そしてその下ですね、こんなに大きいね窓がついています。ちょっと寝っ転がりながら景色見るという感じになるのかな。まあ、そんな姿勢を取れますので、景色のいいところに後ろ向きで止めるというのも全然ありですね。そして向かって左側ですね、ここはねシャッターがついております。上げてみます。はい、このような形でね収納スペースが出てきました。この奥部分にもあるから、ここはベッドスペースで最も多い収納になるんじゃないでしょうか。まあ、枕とかシーツとか、まあ本当寝具関係、ここで全部集約できるんじゃないでしょうか。さらにですね、この左側です、ここにポールがありますので、まあここはねハンガーにかけてパジャマでしょうね、間違いなく。でしっかりと寝具関係、パジャマ関係がね確実に集約できるという大きさがありますので、非常に便利ですね。はい、次キッチン向かいのねマルチルームご紹介したいと思います。こちらのマルチルームですね、ダイネット側もベッド側もね角が非常に丸くなっておりますので、圧迫感もないし丸みがあって引けもなくて嬉しいですね。早速開けてみたいと思います。はい、マルチルームの中はこのような形になっております。非常に清潔感のあるねマルチルームですね。まずこちらマルチルーム用のファンとアクリル二重窓ですね、こちらを合わせてね換気を行うことができます。そして上には収納がございまして、はい、このような形ですね、結構広々とした空間が広がっております。まあ、トイレットペーパーだとか洗浄用具とかも置いておけますね。そしてなんといってもこのスポットライトが照らすねこの流しですね、非常に高級感があります。まあ、トイレをしながらもですね小物を置いたりだとか、もちろんシャワーとしても使えますから、例えばこちらとかにねシャンプー、リンス、コンディショナーなどですね並べておくことも可能です。じゃあちょっとね中入ってみます。はい、僕の身長185センチの方でも、まあ、立てますね。ちょっと髪の毛が当たるぐらいでしょうか。あ、膝もちゃんとドアに干渉しませんので、体の大きい方でも十分に使えるマルチルームですね。あとはこのノズルが伸びるのでシャワーなどにも使うことができます。で、これがシャワーカーテンですね。まあ、閉めることによって、まあ、体を洗ったりということですね、簡単にすることができます。はい、じゃあ一周回って今度こちらですね、ダイネットスペースのご説明をしたいと思います。まずはダイネット上部収納ですね、こちらも圧迫感を感じにくい奥側に沿ったような形をしております。で、両方ともですねちょっと高めのヘリがありますので、荷物が中で暴れるのを防いでくれますね。え、ここの2箇所の収納に含めて下にもですね少し薄めの収納がついております。あと小物とかね本とか薄めのものを管理できますね。はい、じゃあこちらのまずですね、やっと景色がいい側の窓にたどり着いたのでご説明します。ちょっと上向きになっているおかげでどうでしょうか、空側がちょっと見やすいんじゃないかな、わかりますかね。通常よりもね上向きになっているので空が非常に見やすいです。これはねいい天気に空を見たりとかね星空を見るときなんかはね非常にいいんじゃないでしょうか。このダイネットに座ったままね少し空の方を見ることができます。そしてここがねダイネットの大きな窓でございます。もうこれだけ大きいので、まあ、どちら側に座ってる人からでもですね景色を楽しむことができます。また開口部がね縦方向にも非常に大きいので換気能力もかなり高くてですね、まあエアコンとかつけるまでもないなっていう時とかはもうこれ開放して網戸にすればもうほぼこう外気と同じような温度になりますね。でもちろんこちらね、まあ、このような形でシェードとか、まあ、網戸もついているんですけども、まあ、それだけだと殺風景になってしまいますので、まあ、このような形でですねレースカーテンがついてたりします。明かり取りしたいんだけど直射日光を遮りたい時とかはこのレースカーテンが活躍しますね。はい、それではねこのダイネットスペースね次ご紹介したいと思います。こちら側の方が少し長めになっておりますけれども対面ソファーレイアウトとなっております。ちょっとねせっかくなんで座ってみたいと思います。まずはこちらから、あ、ふかふかだね、非常に肉厚なソファーでね座り心地は悪くないです。そしてここアームレストがねなんと降りてきます。まあ、こんな感じで通路側の人はね肘を置くことができますので崩した姿勢を取ることができてね非常に座りやすいです。まあ、やっぱこの窓がでかくて座ってみるとより分かりますね、景色がすごい見える。これで旅出たら最高でしょうね。テーブルもしっかり大きいので、まあ4名ぐらいだったら本当にね無理なく使うことができるんじゃないでしょうか。はい、続いてこちらのねセカンドシート側座ってみます。
あ、こちらに関してはね、やっぱ結構背もたれがね90度に近いですね。まあ、ほぼほぼ90度かな。でこっちの方がちょっと座面が短いので、リラックスするんだったらサードシートの方が結構リラックスできますね。でまあこちらも同様ね、高さ的には景色もしっかり見えますし、まあいいシートだと思います。まあ2人とかだったら、まあこっちこう足とか上げてね、まあカウチソファー風に座ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。ただですね、総じてこちらのレイアウトだと後ろのベッドスペースをやっぱり大きく取ってますので、どうしてもダイネットが狭くなってしまいます。故に影響が出てるところっていうと、なんだろう、こう向かい合って食べる分には問題ないんですけど、やっぱ背もたれかな。両方とも背もたれがほぼ90度なので、こちらダイネットスペースでくつろぐのを重視したいっていう方には、別モデルのリバティ 52DB の方がおすすめなんじゃないかなと思います。どちらかというとこの車は、まあ、2人とかあとお子様とかでダブルベッドでゆったり寝たいという方におすすめな車両ですね。そしてね、乗車定員的にはね、前に3名でしたので、セカンドシートに2名、サードシートに2名という形で全部で7人乗ることができます。でこちらのダイネットに関しては展開がございませんので、セカンドシートの方は後ろ向きで乗車する形になります。ちょっと酔いやすい方は注意ですね。そしたら最後にね、こちらバンクスペースのねご説明したいと思います。バンクに関してはね、こう手前側がこう持ち上がります。これもダンパーがついておりますので、軽々ね持ち上げることができて、両サイドね安全用にねバンドで固定します。まあ、こうすることによってですね、例えば荷物を入れたままこれが蓋になってね手前に転がってこないですし、あるいはね運転席助手席側からですね外に出ずに、まあ、またいでね室内側に入ることもできます。そしてね、先ほど紹介したリアベッドに大人が2名、このバンクベッドの人数設定は大人1名と子供1名ということで、まあ、合計で4名の就寝定員となっております。でこちらのベッドサイズは横が1880、奥行き一番長いところで1310ミリとなっておりました。まあ、こちらもねセミダブルからダブルぐらいのサイズになっておりまして、広々とした空間で眠ることができます。はい、ということで今回はアネックスさんのリバティ52SP をご紹介させていただきました。アネックスさんのリバティにはね2種類ございまして、実は過去にもう一つのモデルの 52DB という動画を撮影させていただいております。そちらの DB というモデルは後ろが2段ベッドになっているモデルで、今回ご紹介したこの SP っていうのが後ろがダブルベッドになっているモデルでございます。まあ、それぞれメリットデメリットがあるんですけども、まあ、今回そちらも詳しくお話してきたのかなと思います。で両車両はね共通して言えるんですけども、このアネックスさんの電源管理システム、あのエントランスの上にあったタッチパネルディスプレイですね、もうこちらの機能がすごくてですね、車内の照明とか電源関係の管理が非常に便利に行えます。まあ、これが欲しくてこの車にしたっていう方もいるんじゃないかな。またこの車に搭載されている床暖房システムですね、温めてあとはファンもちょっと出せるっていうことなんですけど、これさ実際に冬使ってみたくない？まあ実際使ってねやってみたいよね。まあ、車で言うとやっぱ一番そこからの冷えっていうのが強いと思うんですけど、そこを床暖房でカバーしているのと、例の温風が出るファンっていうところで、まあ、極寒の地域でここで車中泊するみたいのをやってみたいね。ということでこちらの車両気になった方、ホームページをリンクしておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上。バイバイ。